どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、以前ご紹介したペガサスでメディチというデッキ、ご存知でしょうか。ペガサスでメディチデッキだいぶ強化されまして、何が強化されてるか、またこれですね、一族の結集めっちゃ強い。このトラップカードマジで強い。このトラップカードを採用した、今日はトゥーン、ちょっとだけトゥーン、アンティークというデッキになってます。どういうね、効果なのか一応もう一度説明してるんですけども、一族の結集、フィールドの表が表示モンスター一体を対象とし、そのモンスターと元々のカード名が異なっていて、元々の種族が同じモンスター、機械族だったら機械族モンスターを手札かもしくは墓地から選んで特殊召喚しますよと。これがね、墓地からいけるのはもちろん強いんだけど、手札からもいけるっていうのもめっちゃ強いんだよね。で、一応このカードが破壊されると同じカードをセットできますよと、デッキからっていうことを持ってますと。これが強くてですね、どうやって今日はこれを展開していくか。主役のモンスターはこのトゥーンアンティギアゴーレムっていうね、可愛いですよね、これね、目がね非常に可愛いと、このリアクタードラゴン、これは全然可愛くない殺意しかない。この2体を展開していくというデッキになってます。どういう風に戦っていくかっていうと、要はこのカードたちが手札か墓地にあって、機械族がフィールドにいるという状態になればいいんですよ。で、トラップカードがあるという状態になればいいんですよ。だから、一族の結集とか、このリボンね、アンティキアリボン、この辺のカードを採用して、これを展開札として考えていて、で、この2つでこれ出していきますね。トゥーンアンティキアとか、アンティキアリアクターとかを出していくと。で、フィールド上の機械族がいないといけないから、墓地を壊せるリサイクラー、スクラップサイクラー、これ機械族なんでね、機械族。これどっちも落とせるから。だからこれと、どっちかあれば展開できるかなという感じですね。と、あとはこれね、単純にアンティキアワイバーン。ワイバーンは、そのどっちも持ってこれるから、持ってきて結集で出す、みたいなこともできるんですよ。なんでめっちゃ強い。で、引いちゃって、例えば引いちゃってリボーンしかないとか、いう場合は、この摂理とかを使って、墓地に送って、で、それをまた蘇生したいとか、いうこともできます。これ一応防御札ですね。これ、摂理が一応防御札。で、今回、いつはトゥーンワールドっていうスキルにしてるんですよ。で、これはなんでかっていうと、トゥーンアンティギアゴーレムっていうのは、トゥーンワールドがあるとダイレクトアタックができると。で、ダイレクトアタック3000なんですよね。で、シビルカ3000。だから、コンセントすればワンキルなんですよ。簡単ですね。デュエルリンクスっていうのは、ね、4000ライフしかないんですよ。だからね、6000のダイレクトアタック今勝ちなんですよ。だから、これ入れてると。3積みです。殺意しかない。3積み。まさかの3積み。で、トゥーンキングダムに関してなんですけれども、結局ね、小ずさいとか、なんかめっちゃあるし、なんかその、なんだろうな、キングダムなくても3000だから、そんな簡単に知らないんですよ。さ、しかもなんか死んでも別に蘇生できるじゃないですか、この辺で。だから別に破壊されてもいいんですよね。トゥーンアンティギアゴレムとか。だから、キングダムは多分いらないです。多分いらない。で、俺は思って、もう完全抜きました。キングダムなんていうカードはもういらないと思って。別に蘇生できるから。蘇生制限も特にねえし、トゥーンナイトなんか蘇生できないないから、だから単純に出せるんで、なんでも、この辺で。だから、もういらないです。で、一応ですね、リサイクラーとリボーンしかない場合とかって邪魔なんですよ。その、リボーンの、効果って、フィールドにモンスターがいると、自分の墓地から蘇生できないんですよ、アンティギアを。だから、リサイクラーが邪魔とかいうこともあるんで、一応防御だとしても使えて、どかせるっていう意味で、一応これ入れてみてます。生物を巡る戦い。なくてもね、別にエネコンとはそういうのもいいのかなと思うんですけども、一応その、3000下げられたら、勝ちみたいなとこもあるから、だから生物を巡る戦いも、の方が、っていう、展開札としてはいいかなと。防御札にはあんまなんないんだけど、その展開した後のカードだから、これは。そんな感じですかね。はい。ということで、早速ですね、殺意に満ち満ちた、ヘルカイザーもびっくりのね、6000ダイレクトアタック、決めていきましょう。デュエル。スタンバイ。さあ、お相手の方、社長はよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いきまーす。手札はやばいでーす。下級モンスターがいません。非常にやばいでーす。私負けまーす。セット、ブルーアイズですか。ブルーアイズ、絶対ブルーアイズだろ。
このプレマブルーアイじゃなかったら怒るぞ。ドロー。あ、オッケーオッケーオッケー。セーフ。おぶねー。セーフ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 。こうしてこうですね。そしてアンティキアワイバーンの効果発動。トゥンアンティキアゴーレムを持ってきて、これ持ってきてすぐ出せるのやっぱ強えよな。いつでもの結集やっぱそのサーチ系のそのデッキと相性がいいですよね。めちゃくちゃ相性がいい。まあアマゾネスの吸収みたいな感じなんで、出すだけだったら、だから持ってこれるデッキやったらめっちゃ強い。持ってこれるか、もしくは墓地に送るデッキ、サイバーダークとか、あとアンティークギアもそうだし、あと持ってくるってなんだろうな、要は召喚に成功して持ってくるみたいなやつがめっちゃ強いですね多分。まあそれ知ってた。そこまでは読んでいましたそこまでは読んでいました。私もさすがにね。アルマデスはまあ全く問題ない。バトルフェーズ入った瞬間ですね。バトルフェーズ入った瞬間に地獄を見せてやりましょう。はい、一択の決死発動いやよし。で、ビューガン的、あ、これちょっとあれだな、なんだっけ、コンセントレート除外されんな。これコンセント除外されんな、これワンチャンでもこのトゥーンアンティキア怖くて、なんかトゥーンワールド除外してくんねえかな。まあそれは問題ないですよ。まあ全然問題ない、それは持ってる問題はない。頼む。ちょっと次レール来るでしょ、レール来るでしょ。え、これどっち、え、これトゥーンワールドじゃない。でもこれトゥーンワールドだと思うんだよね俺。除外するんだったらどう思います。だダイレクトアタック飛んできますよ、3000の。これやばいでしょ。トゥーンワールドじゃない、トゥーンワールドだと思うんだよね俺。トゥーンワールドだと思うトゥーンワールド、あ、え、そっち甘えじゃない、それは引いちゃってんのかな、もしかしたら。霊竜1枚しか入ってなくて、霊竜ないの、それ甘えじゃない。え、あなたこれ知りません、これで、ね、ダメージステップ、コンセントレイト対戦、ありがとうございました。それはマジで甘え、コンセントレイト芸人なめんな。さあ行きまーす、コンセントレイトあります、先に行っときます、あなたは次のターンに死にまーすあ、次のターンか、ちょっと調子乗ったわ、すまん。お、宝玉珍しいですね、宝玉銃ですか、ヨハンで。あ、これはね、嬉しいね。さあ祈りはあるのか、ない、それは甘いでは、それは甘いでは、危ないちょっと危ない、ワイバーン、今ちょっとアンティキアワイバーン症候群になるところと、セットしてからの、してからの召喚、してからの召喚して、ワイバーンの効果、トゥンアンティキアゴーレムを持ってくる。で、打点上回ってない、ターン終了しょうがないよ、しょうがない。普通のあれかな、砲撃銃デッキかな。でもあれよね、エクストラないね、エクストラないな、なんだ、何デッキだ、バトルフェイズ、はい、なんか砲撃なんとかなんだろうな、これ多分。これでも次のターン死ぬな、あの人あれ、これ次のターン死ぬんじゃね、これ。こうしますよ、はい、どういう風に処理してやろうかと思ってるんですけどね、これね、一択の決死をね、2連打して終わりそうですよ。大丈夫ですか、一択の決死発動、一択の決死の方にやって、アンティーキア、リアクタードラゴンを選択し、同じ種族、元々のカード名が異なるモンスター、一体を特殊召喚していく。さあ、クリボールあります、バトルいきまーす、コンセントレイトいきまーす、対戦ありがとうございました、トムの勝ちでーすクソゲーすぎ、クソゲーすぎ。さあ、お相手の方、武藤よぎさん、よろしくお願いします。ジュエルスタンバイ、じいちゃんのカード、こうすればよかったんだ、こうすれば、こうすればよかったんだ。攻撃表示召喚し、リサイクラーの効果、じいちゃんのカードですね、最近、よく見るようになりましたね。あれなんですよ、私天才のデッキをね、天才のデッキをあの動画にしたんですけどもね、結構よく見るようにはなりましたけども、これどっちのデッキなんでしょうか、カオスフィールド。これはですね、非常に嫌な予感がします
そこまではいいですよ。そこまではいいですよ。高等原始技術、なるほどね。高等原始技術は OK です。高等原始技術は許容します。まあこれ多分ですね、エクゾディアを落とすんですけども、パーツが何枚落ちるかっていう、あーなるほど、4枚。4枚落とし。はぁ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 。カオスソルジャー OK？ カオスソルジャー OK。問題はない。そこは問題はない。OK。で、リューマドの守護者。ちょっと待ってくださいね。落ち着こう。ユーギ。これ見たことあるの？このデッキ見たことあるぞ。このデッキ見たことあるぞ。これなんか墓地のあれなんじゃないか。エクゾディアをなんか4枚とで頭がハニマになってるなんか岩石を。強い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 よ。強すぎだろこのデッキ。ふざけんなよマジで。なんだよこのデッキ。おいなんだこの天才か。すごい展開力だな。このデッキ、あ、一応セットにするのか。さあ、天才かよ。やばすぎだろこのデッキ。やっば。このデッキ超おもろいやん。